gerist þú? Ristu í líkamann. Ristu í jörðu. Ristu í sjó. Ristu í bráð. Ristu í fjandmann. Rist þú. Rist þú. Ristu minni í mig. こっちのセリフだよ。んなとこの木を切って家を潰す気かい。兄ちゃん、木こりになるの？ちげえよ。戦だよ、戦の特権。見ろ、この威力。図体ばっかでかくても戦の役には立たないよ。飯の支度しな。お腹すいた。てか、ナイフ投げんなよ。皿とかあんだろ、スプーンとか。皿ならいいのかよ。だからクマは冬になる前にいっぱい食べなきゃいけないんだって。で、なんでまた急に特訓なんぞ？そりゃここを守るためだろ。全部灰にされてようやくここまで立ち直ったんだ。もうあんなのはごめんだろ。おやじだって。うまいね、グスブルさんのミルクだろ。そりゃ心得てんだよ。あの男は父の扱いをよ。何その動き、気持ち悪い。聞けよ話。やめとけやめとけ。戦士なんぞに関わるなよ。悔しくねえのかよ、負けっぱなしで。親父だって俺たちを守って死んだんだぞ。そうさ。で、あんたは生きてる。村を立て直して美女二人とうまい飯を囲ってる。負けてないよ。いいかい、森に入ったらとにかく突っ走れ。そっから川伝いに。ロタ、お風呂。何も考えずにまっすぐ走ればいい。兄ちゃんも母ちゃんも一緒だ。
いいか、起こせ。おふくろ。エイナル、逃げろ。私を置いていけ。バカ。いいから、頑張って立ってくれよ。母ちゃん、母ちゃん。母ちゃん。バカだね。ほら、あそこ、まだ人いるぜ。お、女もいるじゃん。今行くよ。ねえ、ねえ、立て、エイナル。ロタト、早く。死にかけのパパでもこれぐらい生きて、生きてさえいればまた。こいつらなんで逃げねえの？お、結構かわいいぜ、この子。ママが死んじゃったんだろ？ロタ！離せ！兄ちゃん！ロタ！ロタを離せ！兄ちゃん！許さない！兄ちゃん！兄ちゃん！兄ちゃんに。おい、何やってんだお前。いや、なんか刺しやがったんだよこいつ。ああ、もったいね。しょうがねえ、このガキ売って逆台にしようや。ほんとアホだな。悪かったって。さ、行くぞ酒代。
うだ。ダメだなこりゃ。くそ、仕方ねえ、運ぶぞ。よし、荒れてねえな。笑顔を配るぞ。体を冷やさねえようにしろ。お前らには大枚はたいてんだ。許可もなく病気になんざなるんじゃねえ。せめて買い手がつくまでは元気にしてろ。分かったら。ほら、モテモテすんな。もう畳むぞ。酒は必ず飲めよ。血色が良くなる。隅々までよく洗うんだ。特に頭、互いのしらみを取ってやれ。どうだな、こんなもんで。髪はよし。もう少し若く見える化粧を頼む。今回もなかなかでしょう。二級品ばかりじゃないか。またまた、うち以上はありませんよ。そうさ、あんなところにいられるか。逃げて生き延びればまた。時にしてやろう。はい。まずはわしの農場を見ておけ。それでもまだ負けちゃいないってのか。いい主人のトルフィンの出会いだった。Don't forget to like and subscribe. Watch out for my next content. All right. Peace.